皆さんこんにちは、田中えみりです。今日紹介するのは日清食品どん兵衛焼きうどん担々ホワジャオ仕立てです。しびれる辛さの本格的なホワジャオ仕立てのどん兵衛担々焼きうどんです。チーマージャンのコクが効いた担々ソースに別添えホワジャオパウダー付きでお好みの辛さに調整することができます。具材は味付け豚ミンチ、チンゲン菜。ホワジャオについてはこれまで何度か説明してきた通り、中国のみかんか山椒属の植物から取れる花皮で作られた山椒。今回初めてチーマージャンという名前が出てきました。これは中華調味料の一つで、すりごまにごま油とサラダ油を混ぜペースト状にしたもので、香りがよく和え物やタレに用いるとのことです。ホワジャオ、そしてチーマージャン、中国4000年の歴史が詰まったこの商品、早速中を開けてみましょう。まずカップの外側についていたのはホワジャオパウダー。入れる量によって辛さが選べるようです。少量はピリ辛、半分は中辛、全量はしびれる辛さ。そしてカップ内に入っているのは液体ソース。作り方、カップ内側の線まで熱湯を注ぎ5分待ちます。湯切り口を剥がしお湯を捨てます。蓋を取り除き液体ソースを入れよく混ぜます。お好みの量のホワジャオパウダーを入れ混ぜ合わせてお召し上がりください。私は全部入れます。食べてみた感想、これはピリピリきます。そして混ぜ合わせた途端に香るコク深くて上品なホワジャオの香り。普段汁なし系のそばうどんは食べない私ですが、これはドハマりしそうですね。どん兵衛うどんは中華風に味付けされてもやはり和風の味わいが残されていて味わいがありますし、香辛料との相性もとても良いと思います。シンプルにこれだけ食べていても飽きが来ないですね。それにしてもホワジャオ、麻薬的な何かがあるのでしょうか。何度でも食べたくなる不思議な風味です。しびれるうまさ、ホワジャオパウダーでお好みの辛さに。本日は日清食品どん兵衛焼きうどん担々ホワジャオ仕立てを紹介しました。田中えみりでした。